2011年6月、サッポロビールは世界有数の洋酒会社バカルディの日本法人と業務提携したことを発表した。洋酒事業というのは我々も流行ったら、まあ、手掛けてはおりましたけども、ほとんど、まあ、業績に結びつかない程度のものでございました。今回はある意味では本格参入といいますか、新規参入、そういうつもりで本当に真剣に取り組んでいきたいと。世界3位の蒸留酒メーカーバカルディ社は1862年キューバで創業。現在はイギリス領バミューダ諸島に本社を持つ。2011年10月から世界販売量1位のラムブランドバカルディをはじめ、プレミアムジンのボンベイサファイア、スコッチウイスキーデュアーズなど29ブランド90アイテムの販売をサッポロビールが行うことになる。バカルディジャパンとの提携によって新たな成長戦略を築き始めたサッポロビール。現在数億円の洋酒事業を2016年には100億円規模に拡大させるという。まあ、バカルディ、お酒好きの方は、はい、まあ、カウンター越しに、そうですね、このロゴは見たことがあるっていうふうに思われたと思うんですけどね。、はい、これはやはり大きな戦略上意味があるってことですね。それはもう大きいですね。本当に私どもが一番、足りなかった部分で、はい、この総合酒類メーカーとしての提案型欠かせない用紙でございますので、はい、まあ、例えば業務用って、まあ、一般的にレストランだとかバーだとか、はい、いろんなところ、あるいは居酒屋さん、いろんなターゲットもあるんですけども、はい、これ家庭用までですね、最近今ウイスキーのハイボールだとか、はい、それからRTD という商品がありましたね、はい、レディートゥードリンクというんですけども、手軽に飲めるという商品、もうコンビニさんでもスーパーさんでも扱っておられますけども、はい、こういったところまでこう夢が広がっていくんですね。このマザーブランドと言われる商品を使いながら、はい、これがただまあもちろん今すぐあるわけでございませんけども、将来に向かってそういう成長の、まあ鍵が、はい、まあ、ここで開かれるとこういうふうに思っております。大変期待しています。あ、そうすると社内的にはどれぐらいの売上目標っていうのがですか。今現在がそれこそ運億レベルの事業なもんですから、洋酒っていうのが私どもにとりましては、これを2016年には100億円規模にまでは持っていきたいと、こういうふうに思ってます。100億というと本当に今現在、まあ、来年ぐらいでも、まあ、その半分ぐらいのところはもういけると思ってますので、あとですからその先5年ぐらいかけて100億にその倍を、まあ、広げていくと、はい、こういうことでございます。そのための戦略とかってあるんですか。100億って結構、ただ我々はですね、やっぱりその従来からサッポロビールのネットワークっていうのは持っておりますので、はい、そのネットワークを使いながら、まあ、広げるってことはもう可能だと思ってますし、さらにまあいろんなその用紙を使っての提案、これはコラボレーション、商品の開発を含めて